みなさんこんにちは、歌と恋の姉妹ユニットチャランポランタン、ももです。ですね、やってきました新宿ルミネゼロというわけで、12月22日から、30日まで、中休み 2日ありますけども、毎日ここルミネゼロのロビーにて、なんとチャランポランタンの12周年を記念した衣装展を開催しております。見てください、この素敵な衣装。はい、とっても素敵でしょ。細かい部分までたくさん見れますので、触れないんですけど細かい部分までほら見てください、素敵な衣装でしょ。はい、たくさんの我々のこの12周年を記念したですね、今までの様々な衣装、ここで展示されておりますので、ぜひ見に来てほしい。ちなみにほら NHK ホールでのライブの衣装とか、じゃこっちぐるっと回っていただいて、あとアコーディオンの姉妹劇場ですかね、ちょっとわからないです、QR コードとかあるので、これがいつの何の時の衣装なのかっていうのを見ていただけたりだとかしますので、じゃこのままこっち来ていただいて、はい、これねロシアでも撮影しましたね。ちょっと私の歌声がちょっと邪魔ですけれども、はい、このね可愛い衣装、細かい部分まで見てください。ほらこちらもね、円形劇場での、ほらこんな感じで、いつ頃の衣装なんだろうっていう QR コードあったりしますので、これでいつの衣装なのか見ていただけたりとかしますのでね。8ヶ月連続ライブ企画の最後の7月17日の衣装だったね。飛べないこと言うと、飛べないことにの、あの衣装ですね。あなたの国のメリーゴーランド、あなたの国のメリーゴーランド、初期のチャランポランタンの一番最初の衣装もあったりします。はい、こっち来ていただいて、はい、そのね、ミュージックビデオ、これでね森の中を走り回ったというね衣装あったりだとか、これ見てください、このトーテンポール、こっちもね、これも設営もいたしましたよ、みんなで先生と、全て我々の母、アキさんの作品でございます。このトーテンポールももちろんそうですし、この天井にもねたくさんの衣装が、かかっております。こんな感じで、はい、こんなに近くで写真撮影も OK ですから、はい、皆さんねたくさんね写真も撮っていただいて、これこの間来たばかりのビルボードでの衣装ですね。はい、絶対に触ってはダメなんですけども、近くで見ることができます。こちらにはですね、南関丸さんの衣装もありますよ。このね、ムスタファのミュージックビデオで使った段ボールの楽器も展示されております。はい、そんなわけでですね、こんな素敵なチャランポランタンの衣装展、12月30日まで、ここルミネゼロで開催しておりますのでですね、しかも入場無料、びっくりこいた。はい、ぜひ皆さん24日と、28日はお休みの日なので、間違えて来ないようにお気をつけください、そして一緒に、舞台もね飛べない、違う、青い鳥と赤い猫のね舞台も一緒に見に来てください。この衣装で私も歌って走って踊っております。はい、以上チャランポランタンももがお届けしました。ルミネゼロで会いましょう。さよなり。ミュージックテルファボール。